はい、こんにちは、くんです。ということで、前回の動画で募集して先行した人たちが集まりました。ベノム、ジュージロー、ゴレイヌ、ナツ、ん?ナツくん、代わりに頼んだよ。ちょっと待って、なんでお前が代理頼んでんだよ。なんでもうおめえ顎で使ってんだよ。はい、ということで、あれ ?1、2、3、4、5。あ、もう一人いるはずだけど。なんかここもいるよ、くん、こっち。え?こいつら23時51分。え?やべ、え?ごめん、アカウント名。ほんと、え?女の子らしい。あ、本物か、こいつは。え、じゃあ23時51分さんも、じゃあちょっと前に出てもらってもいいっすか。なんか君、荻窪とか、高円寺とか好き?なんかいそうだね。はい、じゃあ一人目からいきますか。一番ね、ちょっと目に留まったのが、なんか、辞めるんだよね。なんか、50人クラフト入れるってなったら、もう仕事辞めるらしいんだよね。入れたら無職っていうことで、応募してくれて。50人クラフトに入ってやりたいこと、10年前に亡くなった親父の墓をまだ建ててないので、前からで成仏させたい。親孝行だな。何歳なの?てか、10年前って相当昔だよね。10歳とかの頃ってこと?なんか、応募には32歳って書いてあるけど。実はさ、こいつさ、毒状態ってやつさ、ずいぶん前も、ほんと4年ぐらい前からさ、クンキッズ界隈にいてさ、ちょっと、その2016年の頃とかはさ、隠れんじゃねえよ、お前。2016年の頃とかさ、29歳になって、もう、毒状態はみそじだからなっていうネタがあったんだよね。みそじだから毒状態もって言って、で、毒状態が20代だっつってんだろみたいなネタがあったんだよ。29歳だっけ ?28 歳だっけってネタがあったんだけど、もう32なんだ。てか33になる年だろ。32って書いてあるけど、これ。いや、俺はチャット打てますよ。もう意味がわからない。マインクラフト歴は、ちょっと建築してみてよ。なんか面白いの作ってよ、ちょっと。みんな建築見たいよな、毒状態の。ん?ん?どこ行くんだ、お前。夏、任せた。夏さん、動いてないけど。ダメですか?いや、だって夏さん、だって、土木だもん、夏さん。だって建築できないよ。まだバッジが足りないのか。夏は言うことを聞かない。毒状態ここでいいからなんか作ってよ。なんかマインクラフトだって。だって書いてたよ。いや、なんで毒状態が入ったかっていうとさ、マインクラフト歴書く欄があったんだよ。そこで、ちょっと長いマインクラフト歴長い人の方がいいかなって話になって、3年以上の人をね、優先して選んだんだけど、毒状態ね、堂々たる3年以上なんだよね。ね。何年やってんの?昨日からっす!おい、おい、ちょっと待ってや!てかさっきっす。こいつバンか。こいつ。すごい盛ったね。なんか1年以下とか書くんだったらあれだけど、問題は歴じゃねえ。確かに。能力だ。そうだな。これがファマス像です。あれ?ああ、そうなんだ。これがファマス像か。ありがとうございました。よし、次行こうか、じゃあ。なるほどね。次か。実はさ、こいつね、こいつ、どういうキッズかっていうと、ちょっと、何回も読み上げなんだけど、メールキッズなんだよね。メールキッズで、クンさんの建国クラフトを見た方がいい。俺とお前みたいなクラスぼっちが、俺とお前みたいなクラスぼっち。クラスぼっちが、俺とお前みたいなクラスぼっち。クラスぼっちが、クラスぼっちが、クラスぼっちが、一つのことに向かって頑張ってる。建国クラフトの主張を始めて、で、元気づけられたらしいんだよ。そのメールを送った彼です。建国クラフトから見てるってことだよな。さ、なんで建国クラフトからさ、見てるのにさ、その ID の名前になってんだ。ゴレイヌっていたよな。ゴレイヌっていたんだよ。すごい難しい話だから、あれなんだけど、まんま、ドンキーコングスキンでゴレイヌってやつがいたんだよ。ザラムがヨッシーのスキンにしたのと同じじゃない?あー!本人がいないところで傷がえぐられる。自己投影したのか。あー、ジャダムのあれと同じか。イモムシの、なんだそのスキン。ひどいスキンだな、これ。ちなみにジャダムくんはですね、なんか病院に行って、今テスト解いてます。ADHD 診断のテストを、なんか今解いてる最中らしい。なんか、次来ると、病院来る時までやってきてくださいって言われて、その診断を解いてるらしい、頑張って。で、これにマジで被せただけだったってこと?もういないからいいや、みたいな。中学のあだ名、似てるって。もしかして毛深い?よし、やめとこうか。やめましょう。ちょっと一回やめよう、その話。うん、オッケー。流して GM9 やって。ごめん、9やって。不適切な発言がありましたことをここにお詫びします。ゴレイヌくん、建築は?建築。うちのプロに見てもらうか。建築勢のプロさ、今日一人しかいねえな。はい。なんか家作ってみて。なんか面白い家作ってみてくんねえか。オンライン脱毛。やめろ、VIO 脱毛すんな、やめろ。ちょっとゴレイヌくん作ってていいよ。VIO 脱毛はかどるらしいぞ。痛いっぽいけどね。なんか、レーザーでビチビチ焼くから。いや、1万9000どころじゃないよ、多分脱毛は。普通に、万個ツルツルにするのに、多分20万ぐらいかかんじゃねえかな。万毛ツルツルにするのに。マジマジマジ。あ、コロのスパチャぐらいかかるよ。いや、20万、いや、ヨシコの言ってるの多分あれっしょ?その、普通の脱毛症、永久脱毛の医療脱毛とかだよ。医療脱毛高いんだよ。あれにもよりそう。血毛だけとかだったら安いかも。血毛だけでいいやってんだったら安いんじゃない?建築税が審査してる。
建築に迷いが見える。自分の右クリックを信じろ。うん、新人がどこまでやめれるか見ものだな。え、ちょっと待って、あれ、なんか今日強者キャラみたいなのなんかおるけど、あれなんで、あれじゃない、あの大会の予選とかで腕組んで、今年の新人はどれも大したことないなみたいな。もうよし、じゃあ見せてもらうか。暇人作ってくれ。これいいね、もういいぞ、休め。あとは先輩がいるのをみんなで見よう。お前ら決勝で待ってるぜ。おや、ブロック置くの早いな、さすがケンプロ。なんか柱がずれた気がするが。なんか今一瞬でこれがプロのなせる技か。今俺らには恐ろしく早い人、俺でなきゃ見逃しちゃうね。マジで直せ。あ、そうだ、次あれか、23時なんちゃらってやつか。12時51分、今日0時26分、沼すぎてチャットできないです。チャット機能がない、わかんないってこと。嘘でしょ。できた。どういうこと、沼すぎてチャットボタンが分かんなかったってこと。ちょっと待って、お前さ、マイクラ歴なんて書いてた、お前。あー、1年以下って書いてある。まあそうか、まあ嘘は言ってないな、確かに。まあ3分でも1年以下。オルトで F4 押したらクリエになれる。それあれできるよ、飛べるよ普通に。それは知ってんのかこいつ。あ、そうだ、なんかマチャカリが好きなんでしょ。あとネギをバンした瞬間の射精しそうな総分、めっちゃ喜んでる総分とイケコが好きらしい。ネギ556をバンした瞬間めっちゃ喜んで射精しそうになってるテスタヌキと総分とイケコが好き、推しらしい。そのタイミングの。またできなくなっちゃった。粘りすぎてる。おい、やばいぞこいつ、通訳必要だな。じゃあもう、あのディスコードで通訳しよう。次はできる。え、どういうこと、次はできるって。今できたってこと。普通に飛べる、ちゃんと空普通に。わかる、マインクラフト知ってる。あ、飛べるのか。そうか、君大丈夫、何ができる、君何ができるの。一応あの陰キャ体験エピソードはあの前の動画で紹介されてる。あのみんな泣いてた。大丈夫、できてるか。なんかさっきさ、ゴレイヌがさ、なんか困ってた時となんか様子が違うんだけど、みんな周り集まってきて、うわ、するまたチャットできなくなったんじゃない、これもしかして。これ多分またできなくなったっぽくない。こいつやばいな。沼なら相当沼っぽいな。くんさん、私選ぶなんて見る目あるな。なんで、あの、唐突に饒舌にさ、話すのやめてくんね。あと質問に答えなすぎ。あのさ、質問はさ、君は何ができるのって言ったらさ、くんさん、私、ロールプレイングゲームのさ、なんか NPC みたいな感じだな。大丈夫?なんか、マインクラフトでしたいことは?陰キャ話を再現。なんか、それ、レテンがやってるのと同じことだな。もっとは、君新しいことできないの?そういう子って結構いるんだよね。うちの会社じゃなくてもいいんじゃない?ほら、ラッターさんのところとかさ。じゃあ、ラッターさんのところでやったら終わるわ。ごめん、うちの会社でしかできないことかも。採用。次だな。あれ?あいつは?エホバは?こいつか。こいつなんで入れたんだっけな?キモ。あ、そうだ、キモかったやつか。好きな推しキッズ、鈴木姉さん。鈴木姉さんが好きな27の無職だね。今シャワー行ってるって。十字路じゃ何でもできるぞ、これ。これ何でもできる、何でもできるぞ。好きなことやれ、好きなことやれ、ほら。ほら、離れてみんな。好きなことさせてやれ。何してもいいぞ。上腕くる。キモ。ちなみに、十字路くんは、あ。今、全裸なのかな。あー。急いでお風呂から上がって、タオル巻いてるのかな。あー。君は、マイクラ歴2年以下。あ、そうだ、こいつね、なんだっけ、いや、こいつマイクラちゃんとやりそうな感じのやつっていう採用だったんだよね。なんかね、そう、こいつを採用したきっかけがあって、一人たった一人ぼっちでメサの聖地とかやってるんだよね。友達いないから一人でメサの聖地して、それをあげて、いいね一件見て、これ、これ何を思ったの、これ。一人で、たった一人でメサの聖地して、で、いいね一件もらうために聖地してたらしい。ここで輝かせてあげないか。こいつ入れたくない。気持ち悪い。あ、じゃあ多分面白くなるわ。ファマスが入れたくないって言ってたやつ、大体当たるから大丈夫だよ、きっと。なんだっけ、ファマスが入れたくないって言ってたの。カメスタか。あ、そう、カメスタだ。カメスタ入れないとかって言ってたんだ。でもなんかカメスタも大活躍だもんね。あん時もなかったっけ、カキカマで入れないって言ってたんだっけ、カキカマ入れるなみたいな。ヨシコもコノもキカルも土木空間も全部入れるなって言ってた。確か。え、言ってた、女もういらんみたいなこと言って。絶対言ってたよね。覚えてるもん俺。ほら、みんな言ってたっつってんじゃねえかよ。そう、メスいらんみたいな。事実はともかく言ってそう感は満点。なんか、本当にずっと無職らしいんだよね。ガチでずっと無職でしょ。オン。
オン、うん、あのちなみに50人クラフターどのようにすれば面白くなりますかの質問に対して、空気を読める人を増やすでした。じゃあファマスバンか、とりあえずジュジュの提案的にはファマス、プーヤあたりはバンか。デンデンをいじめるな。デンデンのチャットを悪く言うんじゃねえ。みんなが面白いことしてる時にデンデンが話すチャットを悪く言うな。デンデンレッド叫び。面白くない発言がありましたことをここにお詫びします。うん、おもんないんだな今のは。よし、まあこんなもんか。あと最後、 ID どうにかならん、ドクターベノム系って何。いや、くんさん、こちらでも会えましたね。こいつは、人狼勢なんだけど、人狼ジャッジメントのつぶがい推薦なのよ。で、人狼ジャッジメントで多分本人は自分上手いと思ってんだけど、あんま上手くないのね。こいつなんか、ね、あの村目取れないんだよねこいつ。ほんまに村目取れないんだよな。つぶがいとどっちが人狼上手いの。まあまあまあ同じぐらい、プーヤクラスだね。なんでドクターってつけてんの。なんかさ、ツイッターさ、めっちゃ生きがってない。なんかこれなんだ、 PhD Student Structural Biology Protein Crystallography 博士後期課程なんすよ。かっけー、研究分野。おー、なんかケインと仲良くなれそうな感じの、同じ匂いだなケイン。これは同じ感じだな。なるほど、博士課程なんだ。一つ高学歴ネタお願いします。確かにマイクラやってるザニガニ勢を人狼に誘導します。なんかこの唐突になんか意味不明なことを言い出すあたり、やっぱり人狼上手くないなって感じがするな。この人狼上手くなさそうな感じもう分かっただろ。でそれで反論じゃなくて草と言っちゃうところ、もうここの人狼の下手さなんとなく分かったよな。このもう全部自分の文脈で話しやがる。そうなんだよな。そう、あのこいつね、人狼でもそうなんで、全部ね自分の視点で話すからね、あんま上手くないんで、なんかね、なんかこう占い師の時とかがやばいんだよね。対抗出られた時負けることが多いんだよ。なんかで、その人狼ディスコードのオパイチみたいなやつがいいんだね。人狼ディスコードのオパイチのやつに沼とかって怒られるんで、ね、じゃあなんか何ができるか教えてくれ。何ができんの。建築はできん。じゃあ何、じゃあ I ask you 何ができるか。土木なら頑張れる。なんかこいつバカだな。今回のね応募なんだけど、どっちかっていうとつぶがいとか陰キャ転生とかそのレテンとかじゃなくて、なんか触れられもしねえくせに毎回来て何考えてんだろこいつみたいな、ユードンみたいなことがカエルみたいな子を募集でいいやって話だったんだよ。あと高層、まあ高層が一番いい事例。なんでこいつ、なんでこいつよう来るな。まあ触れられもしない、 YouTube も伸びもしない、スポットライトも浴びない、それでも来てやる俺はっていう、この強いこの男たち、男だよ、カエルとかユードンとか高層とか、この男たちのようなのあの募集したから、だからマインクラフトが歴が長いやつかつなんとなく来てくれそうなやつ。あ、気づきました、今回のあの採用の傾向、無職が多いって気づきました。今のところほぼ全員無職です。てか無職しか採用してないっすね。十字路も無職だし、さっきのあの女も、まあ、学生だけどどうせ大学生とか無職みたいなもんだから全部無職です。読書隊もこれから無職だから、気づきました、もう無職ばっかりです。母ちゃんすまん。読書隊なんで謝るの。こっから読書隊 YouTuber になるんでしょ。で池田エライザと付き合うんでしょ。同棲するんでしょ、反同棲するんでしょ。まあそんなもんか。まあなんであんまり今回の新人はあんまり期待しないでください。足も触せてた。いたわ、そうや、下沢。もういいや、紹介どうでもいいや。下沢の絵、これ、ポポ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 、はい、これです。はい、ということでね、紹介でした。まあ、今回のね、新人の人は、そこまで期待せずに、まあ、書き釜クラスじゃないかもしれないけど、まあ、ちょっと、そこそこ来てくれる人みたいな感じで、まあ、ちょっと深みが出てくれれば、はい。ということで、お疲れ様です。バイバイ。